はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけども、最新ピックアップガチャで最強ツムを使ってですね、一発撮りに連続プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、絶賛風邪ひいてます。これ今動画撮ってるのが9日なんですけど、9日の16時25分かな。熱がちょっと上がってしまいました。かぁ !7度8分ということで、まあコロナではなさそうだけど、多分インフルじゃないかなと思ってます。まあ、多分明日病院行くんですけど、はい、ということで、だるまミッキーやっていきましょう。ちょっと鼻声だと思うんですけど、ご了承ください。さあ、この妻は激ムズなんですけど、まあ、ロングチェーンと急チェーンを狙っていくやつがあるんですけど、両方やってみようかなと思います。まあ、基本的に自分は急チェーン狙いでやってるんですけれども、うん。まあ、難しいこと考えずに、ロングチェーンでやるのがいいかもしれないですね。皆さん的には。まあ、よっぽどなぞりが、うまい人とか丁寧な人、いや、49秒発動、絶望。やべえな、これ。やべえっす。繰り越しは熱いけど、タイムボムがねえんだよ。やべえ、8チェーンが作れない。やべえ、8チェーンじゃない、9チェーンだ。さあどうすか、8000ぐらい行きたいね。でもできれば、いや5チェーンちょっとつなぎたかったな。多分これだとなぞるスピードがおそらく遅いと思われます。おい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。やばい、全然なぞれてなかった今。繰り越し、最後ロンチェしたいね。はい、6000。いや6チェーンきつい、6チェーンきつい、6チェーンきつい。ああこれタイムボム狙ってもう一回いける？いや、やめとこうか。おおおお、いや、なんで引っかかったし。これが俺クオリティということ。8000いけただろう、さすがに。ちょっと下手くそでしたね。ロンチェの方でもやってみるんですけど、ロンチェはちょっとダイツムってさ、コインがもうマイナスっていうわけじゃないけど、一応補正がかかっちゃうんですよね。普通の5チェーンよりかも低いみたいな感じになってしまうんですけど、それボムキャンスって確かなるんですけど、それを、ボムキャンしないでやりたい。そうすれば、がっつり入るはずなんで。これを待ってですね。で、ワンプレイで、だいたい800とか、近く、入るんじゃないかなと思います。
よし。あ、でもダメだな、微妙だな。やばい、これやばいっす、これやばいっす、これこれやばいっす、マジでやばいっす。もう一回スキル使いたいな。よしよしよし、なんか5000全然いかねえや。こんな感じですね。ということでね、まあダルマミッキー強いんだけど、まあ基本的には難しいと思います。はい、使いこなせる人はもう天才やと思います。はい、まあ自分使ってどうすかね。あのタイムボム狙いでやれば8000いくかいかないかぐらいかなっていう感じですけど、はい、一応そんな感じでございます。はい、まあ、強いのにはね変わりないんで、はい、皆さん練習して使ってみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではバイ。You